てあげてください。でもコロさんは守ってないね。守ってないんです。守ってない。大丈夫なんです。いつもは お刺身ってこと。お刺身か。そうだよ。そうなんすか。お刺身なんすか。そうだよ。犬じゃないっすか。私自身がお刺身と言ってること。私自身がお刺身と言ってる。翻訳トリプタイルトリプタイルとか。今のお刺身の全般ですよ。みおちゃん、ロリだからって何でも投げたらいいわけじゃないんだぞ。なんでお刺身投げたんだよ。次の質問はこれです。はい、なまらないコロさんにハーゲンダッツと言ってほしいです。ハーゲンダッツ、うん、いきますよ、じゃあ。はい、ハーゲンダッツ。はい、ブーダメっすね。もう一回やらせてみなさいな。ダメです。え、これ一回きりなのですか。ダメです。みおちゃん、コロネちゃん、はい、これはおかゆちゃんは全否定しかできないから、何言ってもいいや、ダメだよしか言わないっすよ。あ、逆の発想でいきます。おかゆさん、これはもう一度やりたくないです。ダメです。じゃあもう一回やります。大変だ、苦しいって1本取られた。じゃあいきます。うん、ハーゲンダッツ。はい、もうちょっとスピードアップ。ハーゲンダッツ。スピードアップ。ハーゲンダッツ。はい、ブー。ハーゲンダッツ。はい、アウト。ハーゲンダッツ。これできなかった。間違えたのはやめてよ。消しちゃった。ごめんね、お姉ちゃん。すごい、みんな何かと戦ってるの。戦ってないよ。戦ってなかった。戦ってないみたいっす。戦ってるよ。戦ってるんすか。戦ってるみたい。どうした。でっかいみおちゃんが出てきたね。急に今ちっちゃいみおちゃんの口からでっかいみおちゃんが出てきた、ね、急にね、うわーってね、うん、あの曲がたえよりなになに、顎曲がたま。つまり顎曲がったって聞こえた。なんで言った。違う、あの顎は曲がたえられないでよ。あ、曲がね。いやで次は、これです。もう、何書いてるかわかんない。あ、おかゆちゃんが文字読めなくなっちゃったすな。急にごめん。おかゆちゃん、じゃあなんて書いてあるかスバルが読んであげるすから、復唱して。したくないな。復唱すればいいと思うすよ。わかった。煉獄さんなんか嫌い。うわあ、どうしたんすか。わかんない。煉獄さんなんか嫌い。煉獄さんなんか嫌い。煉獄さんなんか嫌い。ちょっと、あ、おかゆお姉ちゃんをいじめないね。そうだよ。おかしいっすな。だってね、コロネちゃん見本見てくれてるだけっすよね。見本だよ、見本。いじめちゃダメだよ。煉獄さんなんか嫌い。でやー。大丈夫っすか。でもこれはお題だから頑張らなきゃいけないっすよ。トリップボタン押していいですか。どうぞ。ポチ。帰れよ。帰られない。なにこれ、無理なんだけど。無理じゃないよ。無理なんだけど。これを言わないと、これを言わないと次に進めないよ。無理だよ。肩代わりは、ね、そう。
誰かがじゃあ代わりに言ってあげないと。これはもう死ぬほど言ってるだろう、左右の二人が。確かに。戻ります。戻れ戻れ。うわあ、煉獄さんだって嫌い。はい、次行きましょうかね。すごい早口だね。おかゆお姉ちゃんは逆のこと言うんだよね。サイズサイズ、おかゆはなんかおかしいんすよ。おかしくないよ。どういう風におかしいの？それはもうやめとこう、みおちゃん。世の中にはいろんなことがあるんす。ないよ。これってこのまま終わるんですか？どうなんですか？このスバルお兄ちゃんからはちょっと食器感を感じないので少し下げます。なんでスパルタだ。なんであ、燃えてるね。ほんとだ、スバル熱いぞ。これこのまま終わるんですか？これはどうやって元に戻るんすか？でも最後のスイッチをコロさんが1個だけ持ってるよ。あ、辛いよ。はぁ、あ、やばい。2021年いこんなさ出だしからぶっ飛ばしてっていいのかな。いやいや、マジでやばい、マジで。いや、